意外と当たるんだ、意外と攻撃が当たってるんだけど。お、当たった、やったぜ。めっちゃ呼ぶの。ちなみに小弓スライムはこの4では HP が18だったかな。ここから武器でグループ全体攻撃できるようになって楽になりましたね。ああめっちゃ楽になった。でなんだっけ、3は HP が30ぐらいあったんで、30か35の間ぐらいなので、あの結構倒すの大変だったんだよね。だから4のホイミスライムが意外と倒せるのは HP が18ぐらいしか、あ、キャリー覚えましたね。だからあのなんだっけ、楽なんですね。5だとホイミスライムはホイミンかな、パーティーの、あの満タン要員としてすごい優秀ですね。マジかよ、アリーナが一番最後なのかよ。ちなみにブライは11、レベル11になるとヒャダルク覚えますね。ヒャダルク覚えるとね、もう楽ですね。2勝はね、めちゃくちゃ楽だよ、ヒャダルク覚えると。で、次は南の洞窟は後回しにして砂漠のバザーに行きたいと思います。砂漠のバザーに。メラゴースト、やっぱりそっちが先ですね。南の洞窟はね、敵がグループで出まくるんで、結構ねエンカウントも高いんで、普通にこのまま突撃するとね、死ぬ可能性が高いんで、なので基本的には砂漠のバザーで装備整えればすごい楽になります。今現状見て分かるけど、道具屋さんが全然ほら空いてないんで、今の現状装備ではね、弱すぎるんですよ、今の装備では。アリーナが舞踏家なのハマームの影響もあるのかな？これ開発中だと僧侶だったっけ？ああ、わかんないな。ああ、マームの影響か。どうなんだろうね。時期的には近いね、確かに。魔法意味でしょ？魔法意味。うわこれバカなんだこれ。ヒャダルクあれば楽だけどね、ヒャダルクあれば。おい地獄待って、これ死ぬんじゃない誰か。ああ、よかった。いやー、なんだこれ。地獄絵図。メラがいっぱい。メラも合わせばメラゾーマです。間に合った。じいさんマジで死を覚悟しただろうな本当だよ、ね、遺言会社よくない。
てえかエンカウントだ。走馬灯ぐらいは見てそう。あ、でも美味しいですね。112ゴールド美味しいですね。ヒャダルコあればね、めちゃめちゃあれですね、美味しいです。あ、ごめんなさい。でこれで、クリフトにも、なんだっけ、あの鎖片びらが買えるんだよ、ね。これでバザーに行きたいと思います。基本的にマヌーサー頼みですね。クリフトのマヌーサーを使って、ちまちま、攻撃していく。まあうまくやらないとこの庄司さんだけレベル低いとかザラだし、1回しか死を覚悟してないのは相当順当に進んでるんだろうな。そうだね。まあそうだね。まあ結構やってるからね、4は。ただ4やったのは何年ぶりですかっていうと、スマホ版は最近やったけど、スマホ版じゃないファミコン版やるのは20年以上ぶりだね。ただ覚えてるのはなんだっけ、4コマの鎖キャタピラー思い出した。ああ、あったあったあった。つか4コマ劇場は面白かったよ本当に。ね、例えばさ、なんだっけ、偽勇者でさ、枕元にさ、なんだっけ、あれなんだっけ、写真だっけ、写真か、文字を書けば、そうそう、力大名人。ね、夢が見れるって言ってさ、バニーガールって書いてあったじゃん。めっちゃあれ面白かったよ、ほんとに。あれ、何巻まであんの？なんか今だか、あれ電子書籍で出したらさ、あんのかね、アマゾン、あ、Kindle とかであんのかね、もしかしたら。ちょっと読みたいな、久しぶりに。意外とね、爆笑してそうな気がする、今読んで。マヌさん聞かないの？アオさんね、こんにちは。あ、こんばんはです。で次は、砂漠のバザーに行きたいと。砂漠のバザー周辺でレベル上げですね。権利が難しすぎて復刊厳しそう。ああれいろんな漫画家が書いてるからか。いやでも大丈夫じゃないの、出版社に権利があるんじゃないのかね、出版社。エンカウントが。ブライの HP がやっぱ低いな、26しかないもんね。来ました。ここが砂漠のバザーですね。でここが、クリフトの最強武器とかいろいろ売ってるとこですね。力の盾と、あれですね、馬の糞ですね。ねえ、なんで馬糞とか。力が1上がった、1だけでした。ヤフオクで漫画劇場4コマクラブの全巻セットで約2万で出品か。それ全巻って何巻あるの？全巻ってのは一体何巻あるんだろう。これ売ると150、あ、540だっけ。鎖釜は、あ、こっちか。鎖釜540か30じゃなかったか、確か。あー550か、あと15巻。全23巻だそうです。うわ、そんなにあんの？
23か。それ例えばあの電子書籍化しても全部買うのは復刻でドラクエ8や10での4コマは電子書籍あるみたいですけど古いのはないみたいですね。23か。あれでも全巻セットで2万円だと1巻あたり1000円いかないのか。そんなにあれかぼったくりじゃないのか。そうするとねえあのぼったくりじゃねえかと思ったけどあの23巻もあるんだったら別にぼったくってはいないよ。そうなの。一冊あたり800円くらいだからぼったくってはいないんだね。あの古いものにしては元木とあんまり変わんないぐらいですかね。そうそうそう。だからなんだっけあのぼったくってんじゃねえって言おうとしたけど大してぼったくってはいないんだ。うわーきついなこのコドラン。あ逃げよう。ダメだ、あ2匹なら倒せるから2匹。マヌーサ聞いてくれないと。うわ聞かねえのかマヌーサ。4コマの本は大判だから新品と同じかちょっと安いくらい。そうだね中古でそれは高いかなと思ったけど最近ムーンクライシスを1冊700とかで買ったからそんなもんなのか。そうだね。コドラにはあれなんだねあのマヌーサが聞かないんだね。だから一番いいのはあれか。そうするとあのなんだっけマヌーさんが巻によってはバラでも1000円で落ちてる人気の本ですからね。そう本も値段上がってるからな。あー仕方ないんじゃないかな。でここで鎖ヶ浜ですね。これがあのアリーナのこの章で2番目に強い武器かな。いやしばらくこの武器はアリーナは鎖ヶ浜です。ていうかさこれ絵面すごくない。あの姫様がさ鎖鎌を持ってさあの鎖片びら着てさ羽帽子かぶってる姿ってさあのとんでもないぐらいシュールな気がするんだけど。ねえあのとんでもないシュールだよね。姫様がさ鎖鎌を持ってさ鎖片びら着てさなんかあの冗談みたいな格好だよね。冗談みたいな。テベロだね。ラリホービートルは強くないから。テベロは炎を吐くが確か3割ぐらいでやってますね。あれが無駄にねあのダメージがでかいんだよ。100年戦争のジャンヌ・ダルクもそんな格好じゃなかったかな。ああ、まあ、ただ臭い。臭いが。今ジャンプコミックの新刊が440税だし。ただ鎖鎌はさすがにないんだよ。鎖鎌。なんか前やってなかった鎖鎌の使い方ってやってみててさ、あの鎖鎌って意外とさ使うの難しいんだね鎖鎌って。あの鎖鎌って簡単に使えないんだよね。まあそうだね鎖がついてるからね。あ危ねえ。そうだ痛恨使うんだコドランは。痛恨やめ作り鎖鎌アーケース取ってひといたな。下手に投げると自滅しそうですね。確かに。ドラクエのイラストだと現実のものとは違いますからね。あ、あくまで、あ、間違った。あくまでイラストだからね。
これがコマンド、この寝返り。暴れ込まれるのはね、体当たりとね、寝返りがね、本当に。脇で柳と本部が鎖場まで戦って、本部が柳翻弄してたの面白かったな。あでもさ、あの武器は使っちゃいけない気もするけどね、個人的に。大の大冒険ではクロコダインが獣王痛恨撃が味方になって獣王会心撃に変えてましたね。なってたなってた。あの、それあれでしょ、なんだっけ、あの、じいさん。じいさんがその名称は、あの、遺憾って言って、あの、名前変えたんだよ。あの、なんだっけ、最初は痛恨撃で使ったら、あの、なんだ、名前じいさん忘れてた。あの、じいさんが、あの、名称を変えた方がいいって言って、あの、会心。あれの兵法書として五輪の書に記した宮本武蔵は天才だから使えるんだよ、みたいな感じだったな。まさしく、こう、あの、むちゃくちゃ。夜だとね、あの、なんだっけ、あの発明家のじいさんでしたね。名前なんだっけ、バラックでしたっけ。あ、バラックだっけ。あのじいさんがそれだ。あれだね、もう一回あのアニメ見て復習しないといけないね。忘れてるよ、かなり。大の大冒険とかもう多分25年ぐらい読んでないからね。だからアニメ見ながら復習するにはいいかもしんないね。ブライアン会心撃出した。あー、アリーナ眠っちゃった。ということはサンドマスターにマヌス剣で切りかかってあっさり折られてたのは覚えてる。わら、レギラゴンの感じが好きだったな。なぜかあれだよね、大の大冒険ではあのイオナズイよりもベギラゴンの方が強かったよね。なぜかね、あのほらハドラーなんて最初あれじゃん、ベギラマとイオナズマとメラゾーマは使えるけど、あのベギラゴンだけは使わなかったんだよね。だからまあ作者がなんかそういうあれなのかね、なんかベギラゴンが好きだったのかね。ドラクエでだって逆にあれ全体その最終魔法で最初に登るのはベギラゴンじゃん。クロコのおっさんの斧作った人だっけ。あ、そうそう。お、ルーラー覚えましたね。やったぜ。ルーラーとリレミと覚えましたね、これ。初代勇者がギラ系だったからかな。配信が多すぎるんだ。あ、やられた。やべ、逃げるか。うーわー、配信2連撃はきついな。事故りましたね。配信が2回来ちゃった。コドラはね、これがきついね。コドラドラクエ1の勇者はデイン系じゃなくてギラ系だったから、回復役がやられた。いや、どうしようもないよ。会心の一撃を。あ、痛恨だね、ごめん、痛恨の一撃だね。ダイはハドラーのギラが地獄の炎だから焼き尽くすまで消えないとか言ってたから強いイメージありますね。あれ、地獄の炎はメラゾーマじゃなかった？あれほら、確かなんだっけ、あのヒュンケルとの戦いのシーンでさ、あ、なんだっけ、ヒュンケルがあまりにも強すぎてハドラーが自分の心臓を1個犠牲にして、
ヒュンケルの、なんだっけ、鎧に、爪を突き立てて、メラゾーマ撃った気がしたんだけど、知らなかった。そんな、だから、メラゾーマじゃなかった、地獄なのよ。で、その後にほら、ヒュンケルがさ、炎を食らったために、剣が握れなくなっちゃって、なんだっけ、戦えなくなって、ほら、アバン先生の言葉を思い出して、グランドクルスをかましたけど。ありましたね。そう。よく覚えてる。よく俺も覚えてるよ。いや、意外と覚えてるよ。意外と。メラでしたっけ？アストロン状態のダイたちにかけようとしてたやつですね。やべ。恋間に合うか。あ、間に合った。ブライ狙われすぎでしょ。つか、ブライ狙われすぎでしょ。つか、あれ、マヌス入んなかったっけ、マヌス。入ってるね、マヌス。クリフトにあれな、鉄槍持たせるか。ちょっと攻撃が低すぎるね。あ、鉄槍のはまだ持ってないのか。敵合いに集中攻撃が入ったのは2からだったか。ああ、そうそう、敵がね、同じに味方のキャラクターばっか殴ってくるのありました。だから防御してれば意外と簡単に倒せるって。リメイク版大の大冒険、大の声だけは本当にできるのか心配になってる。いや、意外と多分ね、ほらなんだっけ、キャスティング見るとほらまあこれ言うとちょっと表現が悪いのかもしれないんだけど、プロの声優ばっか集めたから、多分その辺は多分ほらオーディションかなんかやってると思うよ。オーディションだからほら大のセリフとか喋らせて合ってるからっていうことで多分なんだっけ選んだんだとは思うよ。もしほらなんだっけそのちゃんとしたキャスティングじゃなければ、声優さん以外もいろいろあるじゃん。声優さん以外話題性が取れるじゃん、そっちの話題性とか。でもその声優さんで全部ちゃんと綺麗に固めたってことは大丈夫と思う。オーディションは多分やってると思うからね。アニメの声優さんって基本的にはオーディション形式だからね。でプロの音響監督とかがオーディションに参加するはずだから、だからほら意外とさ、いろいろ言われるけど実際見てみるときちんとなってるっていうのはそのケースが多いですよね。でもさ、声が違う違うっていうのは昔から言われてたんですよ。昔から原作のある漫画とかがアニメ化になるとだいたいね、イメージと声が違うっていうんだけど、実際放送してみるとめちゃめちゃ満足してる人が多いじゃん。例えば同じジャンプで言うと、よく私が生放送で言ってる、悠々白書とか。悠々白書も最初発表された時に、なんだっけ、主人公の浦飯祐介が、佐々木希さんがやるって言って、ね、当時中盤になってくとそれじゃないとダメって感じになりますね。当時佐々木さんって、ヤサ男。クリフとかみたいなヤサ男やってたんですよ。要はちょっとこう色白のひょろっとしてる感じのやつ。それが不良役をやるなんて聞いたから合わない合わないって言われたんだよね。そしたらいざやってみたらめちゃめちゃ合ってて、逆に佐々木さんじゃないとダメだってなっちゃったし、そんなもんだよ。だから意外とほらプロだからキャラクターに似せて声を合わせてくれるから見てるとなんだっけ大体大丈夫だよ。大体はプロだから。で一応プロの声優さんだからね。そろそろ徹夜で帰るか。今日は起きます。お疲れ様でした。はい、お疲れ様でした。あと1回か2回ぐらいですね。ちなみに、なんだっけ、
私はゲームは基本的に、同じ声優さんでも、キャラクターによって全く声が違うのはすごいと思います。すごいよね。ちなみに私はゲームはね、すごい長い時間できますよ。生放送来てる、よく来てる人は分かると思うんだけど、私は基本的にゲームは、普通に12時間ぐらいは、普通ですね。で、もし新作のソフトとか買ってやっていいんだったら、多分、寝落ちするまでやりますね。だからよく生放送でね、なんだっけ、まあ生放送来てる人はもう結構わかると思うんだけど、普通にね、12時間とかゲームやってて、悲しくなるのは、みんなついてこなくなっちゃうんだけどね。ね、なんか後半になるとさ、誰もさ、コメント書かなくなってさ、悲しいね。しゃあないね。これで鉄アレ変えますね。これでクリフトの攻撃力もね、かなり大幅アップです。補助魔法がやっぱ強いですよね。ドラクエは。ドラクエはね、補助魔法を入れるとね、かなり戦闘が楽になる。クリフトに鉄の槍、これがどれだけ続くやら。いや、意外と続くよ、意外と。まあ、モーニングスターが第2章で最強ですからね。あれ使いましょうか。例の裏技。ね、カジノのコインが、ね、とんでもない数になるやつ使いましょうか。覚えてますね、まだ。覚えてます。838861だったかな。覚えてます。あれ、誰が発見したの？私、当時さ、甥っ子あたりに言われたんだよ。おじさん、コインが、すごい数にできるよって言われて、え？っていう話になって出したら、いや、それ、絶対無理だろって言ったら、ねえ、あれ、誰が？すごいよね、あれ発見。でもね、今なんかそれ前ツイッターかなんかで言ってた人は、乱数とかなんか分かる人だったら、オーバーフローするってのは分かってるらしいから、分かるって言われたんだけど、すごいよね、あれは。だからドラクエ4が簡単だっていうのは、レベル上げ払うという不調。そう、レベル上げ の、 簡単さと、あとカジノのコインがなんだっけ、インフレするんで、あれのやつがやっぱすごい、その2つが多分加速できる理由だと思います。初めからはぐれメタルの盾を全員に装備、全員が装備、全員じゃないんだけど、パーティーにデバッカーが噂話で広げたんじゃ。それはね、ある可能性もあるね。デバッカーとか、そう、可能性はゼロではないね、確かに。面白いね、そういうのを考えると面白いですね。あとあれ、蜂逃げも必ずになる要素。ああ、そうそう、蜂逃げ。星フルーではも取れますからね。そうそうそう。だから、多分5章になるとね、すごい勢いで加速しますよ。聖水レベル上げもできるし、なんだっけ、そのコインの裏技も、メダルの裏技も使えば、すごい楽だしね。これで300溜まったんで、あれか、鱗の盾か。ブライト、クリフトに鱗の盾を1個ずつ、ね、与えたいと思います。ハチ逃げは書かないでくれって編集部に言うくらいまずかったそうですね。へえ、そうなんだ。まあ、だってあれ、まずいよね、あれ。